オレンジアレクサンドリア鉄道はかつて存在したアメリカ合衆国バージニア州内の鉄道事業者である。ワシントン DC 近郊のアレクサンドリアからバージニアセントラル鉄道のゴードンスビルに連絡し、さらに同鉄道のシャーロッツビルからリンチバーグまで伸びていた。オーアンドは南北戦争において重要な役割を果たし、さらに現在のノーホークサザン鉄道の重要な一部と なっている。1848年5月28日、バージニア議会は、オレンジアレクサンドリア鉄道に対し、アレクサンドリアからゴードンスビルまでの鉄道建設許可を与えた。工事は1850年に開始され、1854年に完成した。オレンジ軍において、O&A はバージニアセントラル鉄道に連結した。同じ1854年、 O&A はバージニア議会よりシャーロッツビルからリンチバーグまでの路線延長許可を得、工事は1860年に完成した。ゴードンスビルからシャーロッツビルまでバージニアセントラル鉄道の路線を経由しての直通運転が行われた。リンチバーグではバージニアテネシー鉄道及びサウスサイド鉄道と直結した。この2本の鉄道とマナサスジャンクションで シェナンドー渓谷に向かうマナサスギャップ鉄道と連絡したことでオーアン A は大きな利益を得た。鉄道はバージニア州の経済に大いに貢献した。農家は互いに連結した鉄道網を使用して産品を以前より安く出荷できた。アレクサンドリアは盛況な港湾、工業都市となった。ワシントンからリンチバーグまでの旅は 鉄道完成以前には3日間用していたが、これが旅客列車では8時間に短縮された。O&A の戦略的重要性のため、南北戦争ではバージニアの鉄道をめぐる多くの戦いが Q&A で発生した。バージニアセントラル鉄道と直結しているため、Q&A はワシントン DC とアメリカ連合国の首都リッチモンドをつなぐ唯一の鉄道であった。 この重要性のため、北軍はマナサスジャンクションの支配を試み、1861年7月に第一次ブルランの戦いが発生した。その後も、この分岐点をめぐっての多くの戦いが発生した。南軍は第一次ブルランの戦いに勝利し、マナサスジャンクションを確保していたが、1862年3月、半島方面作戦へ対応するため、 マナサスジャンクションから一旦撤退した。しかし、同年8月25日から27日にかけて、南軍ストーンウォール・ジャクソン少将が、マナサスジャンクションの北軍倉庫襲撃を含む、マナサス駅作戦を実施した。これに反応した北軍は大軍をジャクソンに向け、8月28日から8月30日にかけて、第二次ブルランの戦いが発生した。戦いは、 南軍の勝利に終わり、北軍は9月初めにはワシントンまで撤退した。1863年には、o、O&A の路線近くで、グランディステーションの戦いと、第2次ラッパハノック駅の戦いが発生している。戦争終了後の鉄道の状態は、悲惨なものであった。路線は引き裂かれ、車両のほとんどが破壊されていた。戦後のレコンストラクション過程において、 1867年に O&A はマナサスギャップ鉄道と合併し、オレンジアレクサンドリアマナサス鉄道となった。続いて1873年にはバージニアミッドランド鉄道に統合をされ、ボルチモアハイオ鉄道の管理下に置かれた。さらにリッチモンドダンビル鉄道の一部となり、1894年にはサザン鉄道の重要な一部となった。 オレンジとシャーロッツビルを結ぶ、短絡線がシャーロッツビルラピダン鉄道として1876年に完成した。その後1914年にサザン鉄道に売却された。1982年、サザン鉄道はノーフォークウェスタン鉄道と合併し、ノーフォークサザン鉄道が誕生した。従来の王安の A の路線はアムトラックも使用しており、通勤列車を運行する。 バージニア急行鉄道もかつての O&A 路線の一部を使用している。ありがとうございます。